ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は最近の2年間で目覚ましい活躍を続けている。ここまでの成長を遂げた背景には並々ならぬ努力が関係しているようだ。同選手を間近で見てきたフィル・ネビン監督が明かしたと、米メディア・スポーツ・イラストレーテッドが報じている。大谷翔平は昨季46本塁打を放ち、満場一致でアリーグ MVP を受賞。 今季も二刀流としてプレーし、打者としてはアリーグ4位の34本塁打、投手としては15勝を飾る活躍を見せた。大怪我をすることなく、シーズンを通してチームに貢献する働きをしている。ただ、大谷翔平が好成績を残せているのは、日々の努力も関係しているようだ。ネビン監督は、翔平の仕事ぶりを見ていると、彼がやることはすべて目的を持っていることがわかる。 トレーニングルーム、バッティングケージ、ブルペンにいようとね。投げるにしても打つにしても、彼が行うすべての繰り返しは、すべて目的を持って行われているのだ。素晴らしいことだと思う、と語っている。エンゼルス、大谷翔平に、老報か呪いを解く、男世界一受けい人が、CEO に就任。レッツやナショナルズで GM を務め、現在は MLB アナリストとして活躍している。 ジム・ボーデン氏が14日、日本時間15日に、米スポーツサイトアスレチックに 2022-23MLB オフシーズンにおけるワイルドな契約、トレード予想棒で25戦を寄稿した。その中で、ボーデン氏は大谷翔平投手28が所属するエンゼルスについて2項目挙げた。一つ目はドジャースから FA になったトレーターナー内野手29の獲得だ。 ターナーは、昨季打率3割2分8厘で、首位打者に輝き、32盗塁で2度目の盗塁王を獲得。今季は21本塁打、100打点と勝負強さを発揮した。エンゼルスが、遊劇種トレイ・ターナーと、8年2億6400万ドル、約370億円で契約し、球界にショックを与えること。 ターナーを先頭打者に大谷翔平、マイク・トラウト、アンソニー・レンドンが後ろを打つ。エンゼルスが勝つためには、なおも良い投手陣が必要。二つ目は、エンゼルスが売却完了。ペリー・ミナシエアンが GM の座に残りながら、セオ・エプスタインがチームの CEO となるだ。エプスタイン氏は、レッドソックス GM、カブス編成本部長などを歴任。 2004年にレッドソックスを86年ぶりの世界一に導き、バンビーノの呪いを解き、16年にはカブスの108年ぶりのワールドシリーズ制覇の立て役者となり、ビリー・ゴートの呪いを解いている。同志が CEO に就任すれば、15年から8年連続で逃しているプレーオフ進出、2年以来の世界一への期待が高まる。実現性はだが、エンゼルスファンは願うしかない。 大谷翔平、来季開幕までに契約延長する可能性は低い。代理人は1年契約で満足、今後はそれに集中するだけ。ロサンゼルス・エンゼルスと1年契約で合意した大谷翔平選手だが、それ以上の契約の話し合いは来季開幕までに行われることはなさそうだ。同選手の代理人を務めるネズ・バレロ氏が明かしたと、米公式サイト MLB コムが報じている。 大谷翔平は10月1日、日本時間2日にエンゼルスと年俸3000万ドル、約43億5000万円の1年契約を交わした。それでも2023年オフにフリーエージェント FA になる予定であることは変わっていない。そのため、スプリングトレーニング中、あるいは来季開幕までに契約延長をまとめるのではないかという憶測が広がっていた。 バレロ氏は一年契約で合意することに集中していたので他のことはあまり考えていなかったとし最初から複数年契約を視野に入れていなかったことを明かしている続けて今そのことがバックミラーに映し出されている我々は一年契約で問題ないと考えており今後はそれに集中するだけだと語った 同メディアも大谷翔平とエンゼルスが契約延長で合意する可能性は低いと報じ、現時点で契約更新の見込みはないようだ。